厳重な警戒を呼びかけています鳥取県倉吉市の今の様子です雪が降り続いています午前5時の積雪は38センチです鳥取県や岡山県などでは昨夜から今朝にかけて30センチ以上の雪が降っているところもあります気象庁によりますと上空に数年に一度クラスの非常に強い寒気が流れ込んでいる影響で 北海道から九州北部にかけての日本海側を中心に雪が降っています。中国地方から近畿の日本海側や北陸では今日の昼前にかけて短時間のうちに雪の量が急に増えるほか、明日にかけて広い範囲で平地でも雪が降り積もる恐れがあります。明日の朝にかけての24時間に降ると予想される雪の量は山沿いの多いところで。 北陸で80センチ、東北の日本海側と近畿と中国地方で70センチなどと予想されています。その後も、北日本や東日本の日本海側などでは、あさって1月2日ごろにかけて大雪が続き、積雪が大幅に増える恐れがあります。明日の朝からあさって2日の朝にかけて山沿いの多いところで予想される降雪量は、 北陸で70センチから100センチ東北で50センチから70センチなどと予想されています気象庁は中国地方の日本海側を中心に不要不急の外出は控えるなど大雪に厳重に警戒するよう呼びかけていますその他の地域でも大雪や吹雪による交通への影響などに警戒するとともに路面の凍結や屋根からの落雪などにも十分注意が必要です

明日の朝にかけての雪の移り変わりです。山陰から北の日本海側では雪が降り続き、山沿いなどを中心に雪の強まるところが多い見込みです。一部の雲は滋賀県から三重県の北部、または紀伊半島や、そして四国の山沿いなどでも雪が降る見込みです。風は全般に北西の風が強く、吹雪の風も多い見込みです。午後も日本海側では雪が降り続く見込みです。夜になるとまた九州北部は再び雪が降り、 岐阜県内や長野県の南部でも雪の降るところが多くなる見込みです明日の朝にかけても雪が降り続きそして山沿いなどでは局地的に大雪の恐れがありますので大雪に厳重に警戒をしてください明日にかけて猛吹雪に警戒が必要です雪が一気に積もるところもありますので立ち往生にも警戒をしてくださいそして湿った重い雪が降っています重い雪が 樹木などに積もると、樹木が倒れる倒木や、そして停電の恐れがありますし。雪が一気に積もります。落雪や雪崩などにも、この後厳重に警戒をしてください。明日、そして、まだしばらく雪は降り続く見込みです。以上です。続いては、新型コロナウイルスです。昨日は、東京で、これまでで二番目に多い。九百四十四人の感染が新たに確認されるなど。 感染が急速に拡大しています東京都の小池知事は感染拡大防止のためこの年末年始は家族で過ごすよう呼びかけています昨日東京都で感染が確認されたと発表されたのは944人1日に発表される人数としてはこれまでで2番目に多くなりました水曜日としてはこれまでで最も多く曜日ごとの最多を更新するのは これで16日連続です。かつてない大きさのいわゆる第3波が襲いかかっている。いつものお祝い事楽しみ。年末年始はたくさんあるはずですが、今回はどうぞ諦めてください。年末年始は家族でステイホーム。西村経済再生担当大臣も自身のツイッターで緊急のメッセージを投稿しました。 このまま感染拡大が続けば国民の皆様の命を守るために緊急事態宣言も視野に入ってきますこれからの年末年始は家族とだけお過ごしくださいいつもと違う年の瀬羽田空港では年末の帰省客などが大幅に減り閑散としていました こちらは北海道釧路市の和商市場です買い物客は例年の年末と比べて半分ほどその一方インターネットでの販売は去年と比べておよそ4倍に増えたということです帰ってこられない方もいらっしゃいますし割と前年よりも少人数で過ごされると思うんですけどもまあそれでもやっぱりあのいいお正月を迎えていただきたいなと また合わせて59人が死亡、人工呼吸器や集中,集中治療室など,でのなどで治療を受けるなどしている重症者は前の日より7人減って668人となっています。 感染の広がり方について新たな報告が今年し10月東京の読売旅行が実施し乗客など19人が感染した北海道でのバスツアーについて国立感染症研究所が報告書を公開しましたこちらはバスの座席と感染者の位置関係を示した図で赤い丸が最初に感染が確認された人です社内では 乗客と乗務員は常にマスクをしていたということですが2日目、3日目とも空気の流れに沿ってこの人物の前後2列を中心に感染が広がったことがわかります報告書では接触に加えてごく小さなマイクロ飛沫でも感染が広がった可能性があるとしています <music> 政府は 今月28日かからら全世界のの外国国人の新規入をを停止する措置を取りましたこれに対し野党側からは政府の対応の遅れを指摘する声が出ているほか自民党内からも中国や韓国など11の国・地域でビジネス関係者の往来が続いているのは分かりにくいとして往来の停止を求める意見が相次ぎ政府は難しい対応を迫られています。 不妊治療の経済的な負担を軽減しようと明日から助成制度が拡充され所得制限が撤廃されるとともに治療1回当たりの助成額が30万円に引き上げられます不妊治療のうち公的保険が適用されていない体外受精などに対する助成制度は明日以降に終了した治療対象に拡充されます具体的にはこれまで助成の対象を 夫婦合わせた所得が730万円未満としていた所得制限が撤廃されるほか新たに事実婚も対象となりますまた初回の治療は30万円その後は1回につき15万円となっていた助成額が2回目以降も30万円に引き上げられますさらに現在最大6回までとなっている回数制限についても 子ども一方、政府は不妊治療への保険適用を拡大する方針で令和4年度からの実施を目指しどのような治療を対象とするかなどについて検討を進めることにしています。以上ニュースをししました